今回ご紹介する車は2014年式 AMG の G63 ロングデジーノエクスクルーシブパッケージでございます。こちら走行距離が2万7000キロ、内外装ともにブラックですね。外がオブシディアンブラックの、中がデジーノエクスクルーシブパッケージという50万円ぐらいのオプションがついているので、ダイヤモンドステッチのシートに変わっていて、中もブラックです。非常に人気の高い G クラスですので、デザイン性、走行性、リセールともに弊社で扱っている中でスーパーカー除いて最も人気が高く、お値段もつくお車かと思います。馬力がですね、544馬力ありますので、まあ車重2.4、2.5 ぐらいあるとは思うんですけれども、その重さを感じさせないほどのパワーがしっかり備わっている車です。それではエンジンをかけていきます。最近はプッシュスタートが多いですが、 G クラスはまだまだこの差し込み型のスイッチになってます。はい、まあ、こちら2013年からインテリアが変わっておりまして、もともとここにあったナビが上に来てすごく見やすくなった仕様ですね。あとは快適装備、もう AMG の63なので全て備わっております。シートヒーター、これ冬場すごく役立ってくれますし、夏場でもレザーシート汗ばむような感覚をなくすためのこのベンチレーターですね、これがあると夏場でも冬場でもすごく快適に過ごしていただけると思います。こちらエコモードもついているので、アイドリングストップもついています。環境も AMG ながらも考えた車となっています。電動格納ミラーが、標準装備になってます。オプション装備のデジーノエクスクルーシブパッケージ、このダイヤモンドステッチのシートが高級感があって、座った感覚も体にフィットするような乗りやすいシートですね。続いてトランクルームです。トランクスペースは輸入車の中で一番あると言っても過言ではないぐらい、ゴルフバッグも相当数詰めちゃいます。あとは、デジーノエクスクルーシブパッケージついてますので、ここの部分もダイヤモンドステッチに変わってます。このクロームの部分が AMG になっていてすごくかっこいいですね。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのは2010年式、2万7000キロの走行の G63 ですね。外装を見ていっても目立つような傷は特にはなくですね、タイヤの山がちょっと少なめの、4部ぐらいはでもまだあるかとは思うので、この機会に変えていただいても結構ですし、ちょっと走ってからでも問題はないのかなと思います。あとは細かい飛び石程度の傷かなとは思うので、次売っていただく際にもすごくお値段つけやすいですし、ぜひおすすめの1台、弊社でもかなり人気の高い1台ですので、まずはショールームでご覧いただければと思います。よろしくお願いします。